さて2022年の5月の13日でございます。見てまいりました。たった今帰ってきました。ネタバレ注意、新ウルトラマン、本日が公開日で、これまだ中身も見てませんけど、ひとまずここに置いておきますと。これも売ってたから買ってきちゃった。ウルトラマン Z の太田由加、 なんでウルトラマン Z が、ちょっと前のウルトラマンがなぜかこれ売店に売ってたんで買ってきちゃった。これだけ買ってきました。ウルトラマン Z に彼女が出演したフィクサーって俺なんだけどもう言っていいでしょ。彼女にウルトラマンの指導してたの俺よ、一応ね。なんだかないろいろありますな。あの実相寺昭雄監督のね、シーボード、あんま喋らんどこうか、やっぱり余計なこと喋らんどこう。あの応援してます、これからも黒木さん。せっかく買ってきたから、ちょっとどっかに置いとこう。これはつかないんだね、ここには。どっか磁石なんだけど、止めるとこが、磁石がつくとこねえんだけど、つきませんけどパソコンか、ここにつけときます。見えないとこにはつけと。さあということで、本日のお話は、この新ウルトラマンに合わせて発売しました、私がデザインした T シャツ発売予約が開始されました。初代ウルトラマンを使ったデザインで、新ウルトラマンに登場するネロンガ、ガボラ、そして初代ウルトラマンをレイアウトしたこの赤が貴重な T シャツと、こちらザラブ星人、偽ウルトラマンですね。ネタバレになるから、偽ウルトラマンが登場するかどうか、それは皆さん劇場で見てらっしゃいな。音楽とかも初代ウルトラマンの音楽が使われてたりね、リスペクトしてんなっていうね、シーンがいっぱいありました。あのね、ヒロインで長澤まさみさん出てますけど、ちょっと好きになっちゃいました。いろんなフェチズムが散りばめられてですね、ちょっと T シャツの話が脱線するけども、新ゴジラからの流れを引き継いだ新ウルトラマンってことなんですね。画面のアングルが新ゴジラから引き継いでる、エヴァンゲリオン感がある構図になってました。そこはね、大変面白かったし、フェチズムだね。私はよく盗撮アングルって呼ぶんですけれど、引きで部屋を撮るときは高い位置から防犯カメラのような視点で撮ってる。それこそパンチラを狙うようなこの下からのアングルであったり、座ってるここの脇の下から向こうを撮るとか、そういう実相寺昭雄監督をリスペクトしたようなアングルがいっぱいあってね。ということで、新ウルトラマンに登場する怪獣を使ったデザインとなっております。このスペシウム光線してる初代ウルトラマン、 A タイプと呼ばれるウルトラマンなんですけれども、新ウルトラマンにも関係してますから、これから見に行く人、ウルトラマンちょっと調べておくといいよ。そして偽ウルトラマンですね、ザブラ星人じゃなくてザラブ星人、ブラザーを逆から読んでザラブなんですけれど、このザラブ星人も出てきます。ザラブ星人のね、デザインもね、なかなか斬新でした。パッと見ザラブ星人なんだけど、裏を見ると、あ、こんなんなってんのとか、ウルトラマンが、あ、いってとかさ、あったんですよ、元祖ウルトラマンでも。なぜブルーかというと、夜の決戦なんですね。これはもう元祖ウルトラマンも、この新ウルトラマンも言っちゃなんですけど、夜戦うので、夜の街の中を、イメージした青にしました。なので赤と青の2つのデザインと。で、ウルトラマンらしさっていうものをちゃんと残したいので、やはりウルトラマンといえば赤で、結構これ大急ぎでデザインしたので言っていいんか知らんけど、4月の下旬に大急ぎでデザインして、だからといって手を抜いたわけじゃないんだけど、公開日近いしな、間に合うのかなって思ったけど、いろんな大人たち大急ぎで動いてくれたんですね。で、何度も言いますが、この元のある画像をバコって貼っつけただけじゃないですから、ここのペンタブで何時間もかけてこういう作業ですよ。参考にした画像はあるけど、それを元にテレビ映像とかを元にしてると切れてるんですよ。下が映ってないとか、ディティールがわからない。そのためにはいろんな画像を見ながら、こうひたすら、もう私はこれで、だからすっごい痛いの、ここ腱鞘炎、マジでちょっとこれ相談する、手直さなきゃいけない。そして私自身も映画の監督ですので、映画のポスターっぽいレイアウト画質でデザインしてます。なので私監督ですからっていう気持ちもここに入ってるんですよ。で、あと何よりも、本当にこの人がデザインしたんだろうかと疑う人はいないでしょうけど、証拠、ちゃんと証拠、鉛筆書きのウルトラマンという文字はこちらです。これこんな最初大きく書いたんだけど、結局採用したのこのちっちゃいこれ。新ウルトラマンといえば、監督は樋口真嗣監督、庵野秀明監督も企画脚本などで関わってますので、そこが話題にもなってましたよね。庵野監督というところで、エヴァンゲリオンにもありますよね。エヴァンゲリオンで鉛筆で書いてる絵コンテなどで使われた文字がね、ロゴになってたりするけど、新エヴァンゲリオンでいうと、これがそうか、これ鉛筆で書いてるんだよね、エヴァンゲリオンって。
ちょっとこれをね、あの真似しました。筆でも書いたんですけど、これはね不採用。一回レイアウトしてみたんだけど、ちょっと合わなかった。なので、まあ、URL 貼っつけておきますので、ぜひあの買ってください。ってことで、最近あの映画撮らずにデザインばっかりしてるけど、やっぱ映画も撮りたいです私。同じようなアングルで撮ってみたい。あの実相寺昭雄監督をリスペクトしてるあのアングル、巨大な長澤まさみを撮りたいです。下からやっべえな、お前丸見えじゃねえかみたいな。な、新ウルトラマン見てごらんよ、うん、あ、林監督このこと言ってるなってわかるから、うん、あんまネタバレになるから内容は喋りませんけど、初代ウルトラマンある程度おさらいしてから劇場見に行った方が面白いと思うな。うん、そんなわけだ。じゃあまた。